本日の第12レース龍神ドリームに出場する6選手の登場です。よりお話を伺ってまいります。遠藤選手はセンターマイクに、他の5選手は一旦ご着席いただいております。それでは改めてご紹介させていただきます。1号艇遠藤恵美選手です。おはようございます。おはようございます。さあ、朝早くからたくさんの皆様が病床に駆けつけていただきました。ご覧になっていかがですか？いや、嬉しいですね。そうですね、はい、遠藤選手はこの夏は福岡、常滑、宮島と優勝がありました。はい、暑い中素晴らしい活躍ぶりでしたが、ご自身で振り返っていかがでしたか？そうですね、調整がすごい今年の夏は合ってて、はいはい、結果も出せてよかったです。はいはい、最近はちょっと朝夕は涼しいな、秋めいてきたなという感じではあるんですが、はい、前見日乗られた印象としてはいかがでしたか？そうですね、エンジン力強さがあって、はい、いいと思いました。はいはい、29号機かなり整備の手が入ってはいるんですが、はい、印象としては良かったということですね。そうですね、はいはい、スタートの届き具合やお腰の雰囲気などはいかがでしたか？ちょっとお腰が泣くのでちょっとスタートが難しかったんですけど、そこは修正していきたいと思います。はいはい、ではもうそのお腰の部分をしっかり解消させればというところなんですね。はい、はい、さあ、それではファンの皆様に向けてもう一言メッセージをお願いします。はい、全力で頑張ります。応援してください。1号艇遠藤恵美選手でした。ありがとうございました。代わって2号艇吉田拓郎選手、センターマイクへお願いいたします。2号艇吉田拓郎選手です。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今回展示しましたモーターは57号機となっております。かなり伸びれば目立っていたモーターというお話もあるんですけれども、前見日の印象はいかがでしたか？あ、いいエンジンだと思いました。はい、そうでしたか。もう乗った瞬間から、もう乗る前からプロペラ調整などはされたんでしょうか？あ、まだプロペラ何もしてないです。はい、はい、じゃあもらったままの状態でいい印象だったんですね。はい、はい、あの、先に伸びというふうに言ってしまったんですが、ご自身の印象ではどんなふうに感じられましたか？あ、でも伸びはちょっといいかなと思いました。はい、はい、スリットあたりスタートの届き具合も良かったですか？あ、良かったと思います。はい、ここからドリーム戦に向けて調整は何かしていこうかなという思いはありますか？うん、まあ、多分大きくせずに行こうと思ってます。はいはい、まあ、やっても微調整でというところですね。はい、琵琶湖のスタートの印象はいかがですか？あ、何もないです。あ、そうですか。ではフラットな印象で、はい、さあ、それではファンの皆様に向けてメッセージお願いします。はい、船券絡めるように頑張ります。お願いします。2号艇吉田拓郎選手でした。ありがとうございました。代わって3号艇湯川浩二選手です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。最近はかなりイメチェンをされましたけれども、はい、はい、はい、何か心境の変化があったんでしょうか？はないです。そうですか。はい、生でご覧になって、あ、かっこいいなって思ってらっしゃる方も多いと思います。そんなことないと思います。多いと思います。さあ、湯川選手ですが、今回手にしましたモーターは34号機となっております。はい、前見日の印象としてはいかがでしたか？なんかエンジン良くないみたいなんで、ちょっと整備してしまいました。あ、はい、そうですか。はい、優勝歴はあるんですが、近況はあまり良くないと。はい、はい、整備はじゃあちょっと時間がかかって、今日乗ってからという感じですかね？一応やってまだ乗れてない状態です。そうですか。はい、あの、良くなかったっていうのはご自身で乗られてみて、例えばどんな部分、スタートであったり乗り心地であったり、どの辺が気になりましたか？切れ気が良くないですね。あ、はい、なるほど。ま、はい、
最近の整備では特にこういうところを求めてるっていうのはあるんでしょうか。いやもう普通に行ってくれたらいいなと思ってます。はいはい、さあその整備が実りましたら3号艇です。どんな戦いを皆様にお見せしたいですか。まあ、刺すかまくるかなと思います。はい、はい、琵琶湖の一般的なスタートの印象はいかがですか。あ、やりやすいレースじゃないと思います。はい、さあそれでは最後ファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、力いっぱい頑張ります。3号艇湯川選手でした。ありがとうございました。代わって4号艇中島光平選手にお話を伺ってまいります。4号艇中島光平選手です。よろしくお願いいたします。さあ中島選手が手にしましたモーター33号機となっております。中間整備が入っているモーターなんですが、はい、全検備の印象はいかがですか。そうですね、まあ、いいとは聞いてたんですけどまだ乗ってないのではっきり分かんないですけど、はい、今日一回ゆっくりと乗り込んで、まあ、モーターと相談をしながらというところですね。近況の中島選手が求める船足であったり琵琶湖ではこういう調整がいいなというのは何かパターンはありますか。いやちょっと分かんないんですけど、まあ、最近本当にやって壊していくパターンの方が多いので、はい、ちょっと考えながらいきたいと思います。しかしながらこうずっとプロペラに専念されて整備も行って最終的に結果を出されている姿もよく見ます。いや最近出してないですけどね。はい、そうですか。では今節はしっかりと出していきたいなという思いですね。はい、頑張りたいですね。はい、枠は4枠ですが、はい、レースのイメージなどはありますでしょうか。さすがうまくるかです。はい、さあそれではファンの皆様にメッセージお願いします。はい、しっかりします。4号艇中島選手でした。ありがとうございました。代わりまして5号艇河合優輝選手センターマイクへお願いいたします。5号艇河合優輝選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ河合選手ですが全検備のモーターの印象としてはどんな風に思われましたか。ちょっと伸びが不安な感じがありますけど体感としてはそんなに悪くないです。あ、体感としてはじゃあ合格と言っても、まあ、体感だけ、はいはい、近況の3節整備が入っているモーターなんですが奇跡的に整備であったり調整であったり今日はどんなことをしようと思っていらっしゃいますか。まあ前回7月ぐらいに琵琶湖来てるんで、はい、その時のイメージでちょっとプロペラ叩こうと思ってます。はい、その時には輸出されていましたがじゃあその時にはこう調整が最終的にあったなという印象。そうですね、はい、良くなったと思います。はい、まあ、モーターのタイプによって仕上がりは違うかと思うんですがそのベースになる調整の船足はどんなイメージなんでしょうか。なんか端回りとか全体的に良くなったんで、はい、そうなればいいなと思ってます。はい、全検備のスタートの印象いかがでしたか。まあ、しっかり届いてたと思います。さあそれでは最後ファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、精一杯頑張ります。5号艇河合選手でした。ありがとうございました。さあ最後になりましたが6号艇長田頼宗選手センターマイクにお願いいたします。6号艇長田頼宗選手です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ長田選手は琵琶湖大賞 G1 戦も走られていましたけれども、はい、琵琶湖の調整に関しては、まあ、ちょっと季節が変わってきましたが印象いかがですか。もうエンジン次第だと思います。はい、そのエンジン今回は44号機です。はい、どうですか。まあ、ビナちゃんついてたんですけど、はい、中間入ってる方がいいなとは思いました。あ、そうですか。はい、出足上位級の逆にこう中間整備などが入ってないメーカー機とは言われているモーターですね。あ、そうですか。はい、はいはい、ではちょっと現状では上はいるような印象で。いや、まあ、前回走った時もそんなイメージだったので、はい、中間入ってる人が一番いいんじゃないかなと思います。そうですか。何かこう底上げを考えてご自身での整備はお考えになられていますか。まあ、いつも通り整備していきます。はい、仕上がりのイメージとしてはどういうところを求めていきましょう。周り足関係がどっか来てくれればいいかなと思います。はい、全検備のスタートの届き方はどうでしたか。前回引いたエンジンよりすごくいいんですけど前回のがもう今節出てないぐらいだったんで、はい、だいぶ差を感じますね。そうでしたか。さあそれでは整備調整を行っていただきたいと思います。最後ファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、追加できた選手代表が応援してくれるそうなのでしっかり応援しているか見ておいてください。お願いします。6号艇長田頼宗選手でございました。選手の皆様ありがとうございました。それでは最後にもう一度ご紹介いたしましょう。選手の皆様はご起立ください。1号艇遠藤恵美選手、2号艇吉田拓郎選手、3号艇湯川浩二選手、4号艇中島光平選手、5号艇河合優輝選手、6号艇長田頼宗選手。以上本日の第12レース龍神ドリームに出場する6選手のインタビューをお送りいたしました。ファンの皆様それでは盛大な拍手で選手をお送りください。選手
会場です。